クリスティアン・アラン・コモンズはイングランド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは攻撃的ミッドフィールダー。長くセルティックの中心選手として活躍。イングランド出身だが祖母の故郷であるスコットランドの代表チームでプレーした。2000年にストークシティでデビュー。2004年から4シーズンをノッティンガムフォレストで2008年からの3シーズンをダービーカウンティでプレー。 ダービー在籍時の2008年8月に、スコットランド代表での初キャップを記録している。2010年1月に、セルティックへ移籍。コモンズの入団以降、セルティックはリーグを5回、スコティッシュカップを2回、スコティッシュリーグカップを1回優勝した。2013から14シーズンには27得点を上げて、スコティッシュプレミアシップ得点王を獲得し、 PF 年間最優秀選手賞、記者協会年間最優秀選手賞を同時受賞した。2016年5月に、ブレンダン・ロジャーズが新監督に就任すると、コモンズはチームの構想から外れた。2016から17シーズンの後半は、ローン移籍してハイバーニアンで過ごし、シーズン終了後に現役を引退した。引退後は、スカイスポーツの解説者として活動している。 ありがとうございます。